主要戦闘機と早期警戒機 E-2K が代替滑走路に緊急着陸。炭鉱35号演習では軍用空港の滑走路が敵の攻撃を受けて破損したことを想定。すでに離陸した戦闘機は黒島代替滑走路にする。蔡英文総統も視察に訪れました。国家の安全保障は我々の責任。この道のりには多くの困難と挑戦がある。しかしこれらは国党と主権を譲らず、民主主義と自由を守る我々の決意を揺るがすことはない。 F-16B が代替滑走路での演習に参加するのは初めて。この AESA レーダーに切り替えた後、追跡できる範囲がさらに大きくなった。戦闘機が長さ 2.7km の代替滑走路で離着陸を成功させました。